皆さんこんにちは。婚活テレビのお時間となりました。本日も北千住にあります足立シーウェイブのスタジオより生放送でお届けしてまいります。司会進行の川島真希です。どうぞよろしくお願いいたします。さてこちらの番組はブライダル関連異業種が集まるブライダルアライアンスの提供でお送りしておりますが、毎回加盟されていらっしゃる企業の方もしくは個人の方をお招きしましてお話を伺っております。このブライダルアライアンスは単なる結婚相談所の集まりではなく、結婚をキーワードにさまざまな企業の方にお集まりいただきまして、共に日本の少子高齢化に対する対策を真剣に考えている団体なんです。ちょうど番組も1年半になりますが、その間にさまざまな方々に登場いただきました。本日もですね、音楽関係の方、はい、加盟していただいておりますので、お招きしてお話を伺ってまいりたいと思います。さて早速ご紹介させていただきます。まず私のお隣にいらっしゃるのが AK インフィニティ代表兼プロデューサーの押したり構造さんです。どうぞよろしくお願いします。さてそしてお隣にいらっしゃるのが、はい、楽器をお持ちでいらっしゃいますけれども、まずはこちらアイリッシュフルートですね、はい、アイルランドのフルートでしょうかね、はいはい、の奏者の方ですね、豊田光三さん、よろしくお願いいたします。そしてそのお隣がジャズギタリストの田中雄一さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて押したりさん、はい、プロデューサーといらっしゃる、ね、プロデューサーでいらっしゃるんですけれども、はい、ユニット名が笛ギターということで、うん、もう笛とギターそのままそのままですね。本当に、ね、はい、分かりやすくて一度聞いたら忘れないなっていう感じなんですけども、これは押したりさんが名付け親なんでしょうか、ね、いやもともとですね、はい、3人で話し合って、はいはい、で、まあ、ユニット名は、ご老人からお子様まで、はい、覚えやすいものがいいだろう、はい、ということでいろいろ試行錯誤した結果、はい、まあ、煮詰まって最終的に笛とギターなんだから笛とギターでいいんじゃないっていう安直な形でまとまりました、はい、本当にね分かりやすいんですけれども、押したりさんはもともと総合商社という形でね、はい、会社経営されていらっしゃるんですけれども、なんかこの他にもアート関係、絵画の販売ですとか、はい、あと古物商、ね、ですとかいろいろさまざまな企業や物のマッチングでお得意とされていらして、ね、企業されていらっしゃるって聞いております。はい、それからあとスクールビジネスですかね。そうですね、はい、学習塾、こちら子ども向け、はいはい、そしてカルチャースクールなんかもね、もともと経営されていらっしゃるっていうふうにお伺いしてるんですけれども、そういったお仕事からこのお二人を笛ギターとしてプロデュースされたきっかけっていうのはどういったところからなんでしょうか。きっかけはですね、実は3人とも同じ高校の出身なんですよ。なんと、はい、同級生でいらっしゃいますか。同級ではないです、同窓ですね。同窓生ですね。はい、あ、じゃあ、はい、先輩は先輩が一番私、はい、で、まあ、長男三男と、ね、いうことでという流れですね。なんか団子三兄弟みたいですけども、ね、まさにそうです ね、はい、ということなんですけど、なんか同窓会でお会いになってなんか意気投合してっていう感じなんですか。もともとは同窓会で、はい、同窓総会っていうのがあって、はいはい、そこで、まあ、会って名刺交換をしたのがきっかけで、で、まあ、僕は豊田君のライブとかいろいろ見に行ってたんですけど、はい、そんな中で、まあ、僕が主催しているランチ会がありまして、はい、そこにちょっと2人でセッションしてくれないかっていうことで、うん、仕事を依頼したのがきっかけで、こういう形のプロデュース、ま、マネジメントですね、はい、していただけるんであればちょっとユニットを作ってくれますか。なるほど、いうような流れで、はい、始めきっかけがありました。フェイギターが誕生した、ね、ということなんですけど、なんかねお聞きしたところ個々に活動するよりもこのお二人ユニットで活動しているお二人をお呼びした方がなんかね呼びやすいギャラっていうふうにお聞きしたんですよ。そうですね、はい、元々みたいなコンセプトが、はい、一般の方にもリーズナブルに音楽を楽しんでいただこうという前提で作ったので、はい、本来は2人それぞれソロ活動してますけども、はい、まあ、2人をワンセットで呼ぶことによってより親しみやすく、はい、皆さんに聞いていただきたいという、ね、はい、ことなんですけど、実はですねこのお二人すごい経歴の持ち主というふうに伺ってます。プロデューサーご紹介いただけますでしょうか。はい、まず、ジャズギタリストの、はい、田中君、はい、田中です。まあ、2014年に、はい、
メジャーデビューいたしまして、そこから去年は、フジロックで、はい、演奏してたりもいたします。はい、で、豊田くんの方はですね、はい、アイルランドでオールアイルランドの、はい、フラーキョールっていう、まあ、要はアイリッシュミュージック の、 そのオリンピックみたいなのがありまして、うん、そこの、コンペティションのソロ部門で世界第3位になるという、すごいですよね、はい、お二人ともね。なんかこのアイリッシュフルートですか、こちら大変珍しくて、はい、なんかこれを演奏できる方っていうのも世界でも本当に少ないっていうふうに、まあ、アイルランドはさすがにいっぱいいますけど日本でこれを、まあ、プロとしてやってる人っていうのは、はい、多分 10人いかないぐらいかなと思います、ね。はい、それとこのジャズギターの組み合わせっていうのはもう唯一日本でただ一組って感じですかね、プロデューサー、ひょっとすると世界で一つかもしれない、ね、すごいね、この笛ギターのお二人なんですけれども、豊田さん、このアイリッシュフルートとこの、はい、普通の一般のフルートっていうのは違うものなんですか、なんか作り、はい、どんな風に違うんでしょうかね。これ、まあ、アイリッシュフルートって便宜的には呼んでるんですけど、はい、アイルランド特有の楽器ではなくて、はい、ヨーロッパ中にあった今のフルートが発明される前の古い形のフルートなんですね。で木でできてて、はい、今のフルートよりもずっとシンプルに、はい、穴を指で直接押さえるっていう、そういうタイプの楽器になってます。はい、なんかここ の、はい、この配置といいますか、はい、穴の配置といいますか、これもやっぱり全然違ったものなんですかね、普通のフルートとは。そうですね、普通の今のフルートっていうのは、はい、やっぱりその指穴を押さえやすくできてたりとか、はい、半音が楽に出せたり、音が大きく出るようにすごくよくできてるんですけれど、はい、まあ、昔の形なんで、すごく手は大変だったりとか、音量がそんなに出なかったりとか、いろいろ大変なことは大変なんですけど、はい、まあ、それなりのそれに応じたこう素朴な音が出るっていう、はい、そういう感じの味のある ね、 そうですね、はい、情緒豊かな音をお聞かせいただけるということなんですね。はい、普段の活動といたしましては、結構その海外、アイルランドにも行かれたりとか。アイルランド行ったり、はい、アメリカも時々、はい、ポートランドというところに縁があって、レコーディングで行ったり、はい、なんか CD も出されているということなんですけれども、ね、はいはい、ご紹介いただけますでしょうか。こちらが、こちらは行けますでしょうかね。はい、大丈夫ですか。この、はい、こちらの方がそのポートランドで撮ってアイリッシュバンドの、はい、3人組の、CD でお地蔵というバンドなんですけど、はい、でこちら側はその去年、同じアイルランドのコンペティションに、経理バンド部門っていう大編成の部門、10人の編成のがあるんですけど、はい、そこにも出場して、まあ、それもアジア圏からは初めての出場だったっていう話だったんですけど、その2つの CD が最近3月4月と出ました。はい、こちらの方も、ね、ぜひ注目いただきたいと思いますけれども、はい、そして、ジャズギターの田中さんの方の活動といたしましては、はい、個人の活動どんな感じいらっしゃいますか。そうですね、まあ、方々で演奏してるって感じなんですけど、はい、ライブハウスとかライブハウスだったり、そうですね、はい、なんかジャズフェスだったりとか、はい、なんか近日あるっていうふうに、ああ、もう明日明日、はい、直近で、ええ、もう、はい、明日来てるという、どちらで京橋にある、はい、まあ、お店の名前言っていいんですかね、これ、はい、もちろんです、ケンズバーっていう店で、はい、まあ、よく演奏させてもらってるんですけど、突然行ったりとかできるんですか。あ、もちろんです。ぜひ突然行ってくださいということで、はい、ローストビーフが超うまいです、はい、こんな厚切りでということでございますけど、はい、なんか CD の方のご紹介もお願いして、ね、よろしいでしょうか。はい、CD 今ってアルバム5枚出してまして、はい、で今手元にある3枚なんですけど、はい、あ、これマイク入ると全然、はい、なんかお一つなんか代表的なのを、あ、そうですね、まあ、これがさっきね、はい、押したりさんにも紹介していただいた、はい、まあ、これはメジャーデビュー版といいますか、はい、I'm Happy Walking Down Jalan というね、はい、まあ、今自分の個人の名義で一番新しいアルバムですかね、はいはい、まあ、これ前金髪でした。このあたりも注目いただきたいと思いますけど、プ、はい、ロデューサーの今後の笛ギターの活動といたしましては、どんな風に広めていきたいでしょうか。はい、秋にですね、はい、歌手の佐賀玲子さんという方と、はい、コラボでライブをやろうという方が、はいはい、今進行中です。はい、あとなんかね、せっかくですから婚活番組なので、うん、結婚式でなんかね、
そうですね、こんなことやりたいとか、はい、もしよろしければっていう、2人は まず、はい、結婚式披露宴などで生演奏ができるということと、はい、まあ、フラッシュモブですね、はい、をちょっと、まあ、新郎新婦側にあのお願いして仕掛けるとかいう、ちょこっと弾けるようにそうですね、練習してもらってっていうような、参加してみたいな、まあ、サプライズを仕掛けたりとか、はい、あと婚活のイベントでは、あのやはり生演奏もそうなんですけど、はい、アイリッシュダンスとあの、はい、要はチークダンスっていう2つのもう女性と男性の距離が急接近するダンスを、はい、この2人ワンセットにすることでどちらの生演奏もできるという、そういうメリットがあります、ね、ということで、ぜひぜひね、あのイベントの中でもね、ブライダルアライアンスを組んで、ぜひね、イベントで何かしら企画をぜひプロデューサーお願いいたします。そうです ね、やっていっていただきたいなって思いますけれども、ね、はい、ではあのお二人の方からこのちょっと魅力について、笛ギターとしての魅力についてちょっと一言ずつ、はい、お願いできますでしょうか。まあ普通僕はもうアイリッシュって言ったらアイリッシュしか聴けないユニットばっかりで、はい、で多分ジャズって言ったらジャズっていうばっかりだと思うんですけど、まあ怖い、そうでもないですか、そうでもないですかポップスバンド、まあこのアイリッシュとジャズと両方あのが聴けるっていう意味ではいろいろ楽しんでいただけるんじゃないかと思います、うん、なかなかね珍しいジャンルの専門家って、ね、はい、あとは、まあ、はい、ちっちゃい場所でパッとできる、そうです、ね、今から、ね、演奏を、ね、うん、出していただくんですけど、あ、今から ね、せっかくですからもう音楽はね聴いていただくのが一番かと思いますので、早速お二人に演奏をお願いしたいと思いますが、今日は何の曲をお願いできるんでしょうか。1曲目に、はい、まあ、あの婚活の番組ということで、はい、あのね、まあ女子目線になっちゃうかもしれませんが、あの、いつか王子様があって白雪姫の曲と、はい、あと先ほどあった、アイリッシュのダンスの曲で、はい、ジグっていうリズムの曲、それからリールっていう2つのリズムの曲をメドレーで演奏したいと思います、はい、わかりました、はい、では早速お願いいたします、はい、お願いします。当初のプランの感じでね、thank you。
那須高原の風を感じながら過ごす大人の時間。いらっしゃいませ。ホテルサンバレー那須。もう佐藤もういいの。はい、藤田聡と荒木師匠の激モテ婚活塾。イエーイ。はい、今回の企画はですね、あのマッシー先生にですね、ちょっとね登場していただく前に、はい、ちょっとですね画像をですね、見えるかな、見えるかな、何の何の、はい、あのですね、先週ですね、はい、ちょっとね、はい、あ、そうですよね、前回いろいろとお話ししましたけども、はいはい、ちょっと服装の件でね、はい、ファッション重要ですよね、プロの目線で行くよりもかっこよくというですね、スタイリスト森井さんにですね、はい、会ってきてもらったんですよ。はい、それではマッシー先生よろしくお願いします。イエーイ。いやー、マッシー先生すごい。かっこいいですね。なんかちょっとあのやばいですね、これすごいかっこいい。これあの銀座にいそう。パンツとか白ね、仕事がちょっとジャケットのさ、この後ろのここさ、ね、はい、あ、まだね、これがついた状態ですよ。糸ついた状態、まだこのサイドベンツ。この辺り下ろしたて、下ろしたてという、下ろしたて。やばい。いやでもすごいかっこいい。買い物同行ね、していただいて、服をね変えたわけですよね。すごいかっこいい。で、あの聞くところにやると。これ1ヶ月ぐらい前ですよね。そうですね。で、先月のオンエアの時にね、今日初めてこれ着たっていうね、はい、え、毎日これにしてもらいたい。今日から、今日から、まあ、今日からなんでまた1ヶ月間着なかったんですか。ね、まあ、これ標準にしましょうよ。すごいかっこいい、はい、そう、ありがとうございます、ね、普段からおしゃれじゃないと、うん、自分のねこのマインドが変わらないんですよ、ね、え、ごめんなさいね、あのナコードさんにね、あのね、きつい。カバンがなんかビフォーだったの。ちょっとね、このカバン見せてもらっていいですか。荒木師匠が見てね、藤田さんと、これどう見てもビフォーだよねと。カバンはビフォーだなと見た瞬間に思いました。はい、そのビフォーをちょっとあの、はい、あのこれおかしいっていう、ね、あれはあんま意識ないですか。あの洋服を買いに行った時はこれは持っていかなかったので、はい、指摘されなかったっていうのが一つあるそうですよ、トータル的にコーディネートが必要ですよね、はい、だからあの着てやってるうちに眼鏡がちょっと合わなかったんで、あ、かっこいい眼鏡も、はい、だ前回の写真ぜひちょっとお見せして、ビフォーの写真ちょっと、はい、じゃあのビフォーの写真をね、今回初の、これね、これですよね、初めてマシー先生見る方もいらっしゃるんですが、なんか区役所にいそうちょっと、はい、真面目さを売ってたので、この時は真面目さを、あの、ね、実はの真面目さってね、シャツがでかいのが気になる。そうですね、うん、やっぱジャストサイズ着た方がね、スタイルがよく見えるし、はい、今のお似合いですよね、はい、どうしてワイシャツこれ着てたんですか。違和感、多分考えどうしてあの、ね、どうして両半径のところで着ると、うん、やっぱり太ってる人にも合うように、うんうん、万人中学生でも高校生でもおじいちゃんでも合うように作られてるわけなんですよね、うんうんうん、せっかくいい男が台無しだったんですよ、うん、やっぱちっちゃめのシャツ着た方がかっこいいですよね、はい、まあ、私もいつもちっちゃめの服だけどね。確かにですよね、生きてる男と女性というのは、うん、ね、寒いけども、うん、歩きづらいけどもピチピチなんですよね。ピチピチの服着てます、常に、はい、おしゃれな、ミニミニでね、ピチピチで、おしゃれな人はちっちゃい服着てますよね、はい、基本的に。で、先ほどね、うん、あのマシー先生を見てね、荒木師匠がおっしゃったじゃないですか、うん、痩せたんじゃないのと。体重はどうなんですか。スタイル良くないですね、ほとんど。やっぱりスタイルよく見える、うん、変えただけで。髪型も関係あるとは思うんですけど、洋服のやはりこのね、やっぱ着やせ、ね、着やせして見える、はい、男にもくびれは必要なんですね。いや必要必要、ね、
それでね、足首も出してもらったんですよ。なんか石田純一さんみたい。はい、靴下履いてないもんね。涼しいです。靴下履いてる、あ、一応履いてるよね。履いてる。でも履いてなくこう見えるっていうね、くるぶしは出してほしいっていう、はい。夏はこれおすすめですね。涼しいとっても。すごい爽やか、スタイリッシュで。爽やかね。はい。これでね、初対面の人がね、全く気持ちが変わるわけですよ。うん、マッシー先生に、うん、僕もね、憧れて、うん、婚活のお仕事をね、どうやったらモテるかっていうね、うん、ね、このブライダルアライアンスのところでね、ブライダルアライアンスが。ぜひね、普段からこの格好していただきたいですよね。はい、なんか奥様の反応とかどうだったんでしょうか。まだ見せてないんですよ。今日テレビに出てるって、これがついてるぐらいですから。じゃあ帰って見せないとね。見せないと、え、びっくりしちゃうんじゃないですか。できればそのリアクションを動画とかで撮ってきてもらいたい。ちょっと夢の写真を見せたくないです、え、言ってないですか。リアクションまだ見せて、あ、買ったよとは言ったんですけど、まだ見せてないですね、でもこれね、毎回会員さんに接したら会員さんもすごい説得力が上がるんですよね。そう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 、やっぱりこうやってみんなに 気使ってるからあんな若いお嫁さんもらえたんだとか思うじゃないですか、ね、ですよね。奥様が年齢何歳下なんでしたっけ。20歳ですね。20歳下でしょ。いや、もうほぼ犯罪。でこれを着たら20歳下の女性と結婚できたと。ね、着てなかったんだけど着てたら30歳下だったんですよ、もしかしたらね。それはありえますね。ありえる、ありえる。そうですよね。うん、ね、これでね、若々しいもん。道にね、行ってほしいね、うん。でもなんかビフォーアフターね、うん、見せてその会員さんとかにね、うん、いや僕もこんな変わったんだから、うん、君も変われるよって言ってね。でじゃあトレーナー紹介するよみたいな。そうどうですかね、それで。今日は説得力ありますね。打ち合わせの時にスルーされちゃいましたもんね。え、気づかれなかったあれとか思った。かっこよくなりすぎてて気づかなかった、ね、気づかなかったですよね。別人だと思ったんですよね。思わず通り過ぎてしまったっていうやつ。おかしい、それ。あれ、マッシー先生ね、素敵で今後ね、やっぱりこの服で出ていただいてね、うん、反応がありますから、すでにモテてるという状態ですよ。モテたいっていう人はね、やっぱモテたい服着ちゃってるわけね。やっぱ女性の生徒さんのいつも相談される悩みのもう一番が、うん、お見合いの相手の男性にときめかないってみんな言ってくるんですよ。これがもうすごい多い相談なんですね。やっぱりときめいて、ね、恋をして結婚したいですもん ね、まあ、ね、結婚も結局最終的にはね、お見合いしても恋愛なので、そういう気持ちにならないとやっぱりその人と一緒に生きようと思わないじゃないですか。なの でやっぱり来る男性ってすごい地味な方とか真面目さを出してるのか分かんないんですけど、そういう方がすごくたくさん来るわけなんですよ、ね、でその男性たちに、私いつもコンセプトは、不倫したい上司って言ってるんですよ。結婚したいんだけど、結婚したいんだけども、そのつい目がいってしまうみたいな、はい、丸の内あたりのいい会社勤めてるエリートのちょっとセクシーな感じの、はいはい、まあ、ね、そういうおじさま、はい、か、もしくは IT 社長、六本木ヒルズとかミッドタウンにいるような、あんな感じか、石田純一、なるほど、まあ、大体そこら辺の感じにしたいみたいな、はい、か、マッシー先生みたいな、ね、もうそうそうそう、今日からのマッシー先生もそれに入りますから、ね、という感じだとやっぱり女性も恋をしたくなってくると思うんですよね、はい、やっぱりね、お見合いして、うん、ね、あ、なんかどの方だろうって見た時に、うん、初めの第一印象で素敵だと、うん、ね、いやだってもう6秒で第一印象って決まるから、いい、ね、はい、もうそこで生理的に、ね、はい、異性としてありなしって決まってるから、はい、そこで、あ、なんかいいかもとか素敵ってちょっと思わないと、うんうん、ね、次が、ね、ね、そしてやっぱり素敵なね、うん、ところでなんかちょっとね、お茶した後にまた素敵なレストラン連れてくれたら、もう恋に落ちて結婚したいって女性も思っちゃいますよね。最近聞いたので一番ひどいのは、フードコートで割り勘っていうのありましたけど、お見合いの女性と。なかなか中学生もで もうやらないぐらいダサいなと思ったんですけど、すごいやらないですよね、はい、でもそれ、そういった、まあ、マインドですとか、うん、この服装ですとか、うん、そういったところも全てやっぱり婚活トレーナーのお二人に指導してもらうと、うん、はい、うん、すごい変わっちゃうわけですよね。そうですね、うん、私たちもお店とかね、そういうのも指導したりも結構してますよね。そうですね、うん、でこれですとね、はい、この服ですと、うん、多分、はいはい、奥様にデートに誘われると思うんですよ、うん、いや、こうお食事行きたいですね。今はデートに誘われてます、うん、いや最近はだからこの服を見せないからですよ。はい、いやこれ本当の話、20年間奥さんからデートに誘われてないのに、服を変えたね、誘われるようになったっていう人、僕はね、聞いてますよ、ね、そうすると夫婦仲もね、うん、より良くなっちゃってね、このさっきの服でデート行きたいと思わないじゃないですかね。
ちょっと一緒に出かけるのが普段にはもっと緩やかですけどね、うん、まあでも女性はなんて もっと特にねやっぱり旦那さんに対してね、うんうんうん、やっぱりボサボサでジャージとかだったよね。そうですね、うん、だって時々換気をつけたらいいかもしれない、ね、そうなんですよ、うんうんうん、で余談です、この間こういうことがあったんですね、はいはい、で僕の家族がちょっと病気しまして、はいはい、でメインの女性が遠方に住んでるんですよ、うん、で僕の家の近くに転職してくれないかと、うんあはいうん、ちょっと厚かましいお願いなんですけども、したことがあるんですよ、はい、そしたらその女性があそうって言って、うん、その病院に行ったんですよ、こっちに来てくれと。そしたら何、うん、て言ったと思います？はい、院長がおしゃれだから転職するって言ったんですよ、うん、ああ病院じゃないんですよ。あそう、うん、でもねあの私の妹歯医者に勤めてるんですけれども、うん、みんなね綺麗な子でねなんか似てるの、うん、院長の好みで就職も決まるみたいな、うん、ですよね。でも歯医者さんは綺麗な子多い、受付とかね、うん、多いですから、多いです多いです。うんうん、そういったこともねありますよね、仕事にも関わってきますよね。そうです、それを女性は一言も言わないんですよ、うん、マシー先生今までこの服で言われたことがありますか？ないでしょ。ないですか。女性のもう心の奥を引き出して、うんね、自分が合わせなきゃいけない、うんうんねでもね、確かにサラリーマンの延長で洋服着てましたからね、はいはい、それは確かにありますね。でもね私のねお友達が、うん、あの産婦人科に行った時に、うんはい、先生がねめちゃめちゃイケメンだったんだって。あそしたらもう足開くの辛いみたいな、むしろむしろお昼の番組ですがそういうこともあったみたいですよ。あよくわかりますよ。まあでもそうですよ ね、 そう、うん、ねで私も服変えてから、はい、なんと女子会に呼ばれるようになりましたからね。女子会ですか。はい、まあ、それまでは全然見向きもされなかったと、はい、で最近はだいたい週に1回ぐらい女子会行くんですよ。え、じゃあ何するんですか女子会で。だから占いハートグラムを使うから、あ、はい、あの女子会に今度女子会で使うわって言われるわけですよ、うんうんうん、でそうするとですね、あ俺あの何だったら言っていいですよって言うと、うん、どんな女性もこう反応します、うん、本当ですか、うんで僕昨日ね2件決まりましたよ。出張女子会。なんか人生楽しそうですね藤田さん。服、ええと占い。あでもまあこの2つは大事ですね、はいうんうんうん、昔ね荒木賞をね、はいうんうん、あの引っ張り出したも道で声かけて引っ張り出したのも占いとマジックでしたから ね、 そ う、 ねそうですね。なんか普通に荒木賞と分からずにナンパしたっていう逸話が、まあ、昔ですけどね。あそうですね、はい、別に付き合ってないんですけどね。歩きながらマジックやってましたから。本当に、はいはい、次はですね占いとマジックですよ、はいはい、でも女の子が好き、 がってきますね、うん、どうでしょうマジコ先生、はい、チャレンジしてみられたら。占いはやってます今。あハートグラムは使ってますよね、はいはい、今度ハートグラムいいですね、はいはい、という女の子みんな占い好きだし、好きですね、はい、なんかあの藤田先生のところで、はい、あのハートグラム の、 あの無料講習会でしたっけ、うん、そうです。今ね2000円に上がりまして、はい、なんとですね一人で来ると2000円、はい、新規のお客さんを連れてくると、1000円、うん、2人つけてくると無料というですね、おお素晴らしい、ネットワーク型ネットワーク型に変わりました。素晴らしい、はい、なるほど素晴らしい、はい、でも皆さんにねその心理カードもね、うん、知っていただいて、はいね、活用していただきたいですよ ね、 そうですね、うん、でも、ね、一番ね女性がね婚活で困ってるのはね、うん、優しく見えるけど怖いっていう。あそれは最悪だもん、はい、見かけね見かけ、うん、逆はいいですよね。ダレクションは怖そうで怖いっていうですね。これはいいわけですね。これはいいんですけども、期待を裏切ってない。これをハートグラムで見抜き適切なアドバイスをしちゃうと、うん、みんな結婚できちゃうぞと。な素晴らしいですね、はい、見かけはこうだけ ど、 どうこう、この人はこういう人だよっていうのが分かっちゃうわけですよね。マシ先生はね、はい、優しそうで優しい。あじゃあいいですね、いいですね、実際あんまりモテないけど、ね、怖そうで優しいのが一番モテるんですよ私のようなね、ギャップでね、ギャップで、はい、ということなんですが、はい、続きましてのコーナーはこの、はいはい、リニューアルしたマッシー先生、ネオマッシー先生、はい、ネオマッシー先生と先生、はい、鎌田玲先生の、はい、世界の結婚機構、今回は、フィリピンの結納でしたっけ ね、 そうですね、結納ですね、はい、そのあたりをじっくり楽しみ、はい、続編を、うんはい、ご覧いただければと思います。まずは CM です。
この年。マッシーとレイレイと世界の結婚機構のコーナーです、はい、今日はなんかメガネ率が高いですね。そうですね、さっきの演奏された方もメガネが3名ということで、うん、でも今日すごいおしゃれになって ありがとうございます素敵お互いやっぱ褒められると嬉しいですね、うん、今日最初お会いした時も全然わからなかった、やっぱりスルーされましたもんね、ちょっと悲しいながらちょっと嬉しいみたいな感じありましたけど、実はですね、先月の新聞なんですけど、ショッキングな新聞が載ってたんです。ちょっと今日はこの話題から入らせていただきたいと思うんですけど、はい、写真ありますか。これですね、うん、これは栃木県の下野新聞、下野って読むんですけど、栃木県で一番読まれてる新聞です。で、栃木県の宇都宮っていうのはマチコンの発祥地なんですよね。へー、そうなんですね。なのに、うん、この新聞を見ると何て書いてあるか。この30代40代女性1人に男性は 1.6 人、うん、男がこれだけ余ってるという。そうですね、じゃあなかなか男性結婚できない。そうだ、結婚できる方は1回も2回も3回もしてるんですけど、うん、そうですね、再婚組は結婚できるんですよね。再婚組は結構結婚できるんですよね、うん、ただこれだけ男性が余ってらどうしたらいいか、もう世界に目を向けるしかないかなということで、うん、先日前回からね、はい、そのフィリピンとの国際結婚をやってるんですけど、はい、今日は、はい、今日はですね、はい、私の57歳の男性会員がフィリピンの、25歳の女性と、結婚したお話をずっとさせていただいてたんですけれども、そちらの結納を先日してきました。ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークですね、うん、じゃあこちらの写真もなんかあるそうなので、はい、はい、お願いします。これは、これまず再会のシーンですね。空港ですか。そうですね、レストランだったんですけど、ですか、もうすごい、もう会った途端にもうラブラブで、彼女の方がハグと、ね、彼はお父さんとお母さんとも年齢が近いのでそうだよね33歳差なので、はい、今回ちょっと受け入れてもらえるかどうかがものすごい心配してたんですけれども、これを超えないと、もしかしたら断られるという、ことも、ドキドキでした。なんかすごい、どうしようって言ってたんですけど、必ずしも全部が全部うまくいくとは限らないですよね、向こうの方もやはり。そうですね、で選ぶ権利あるし。そうですね、で彼女の方はもうすごく彼のことを気に入ってくれてて、彼もものすごい彼女の優しいところを好きになってたんですけれども、まあ、ドキドキしながら、行きました。はい、はい、でご両親との、はい、会いました。はい、これが次の写真がそうなんですね、はいはい、そうです、はい、これがご両親、はい、ご両親ですね。ほぼ一緒、ほぼ一緒ですね、うん娘と結婚してるようなね、うん、理想的というか、なんか夢のようなでも、マシー先生も奥様若いから父親が娘と言ってもそうですね、ちょっと年上ですけど気持ちわかります。で、まあ、お会いしたらものすごく快く受け入れてくださって、うん、よかったって言ってました。ここで一安心ですね、はい、で、まあ、プレゼントを持ってったんですけれども、うん、日本の時計を、セイコーの時計を持ってったそうです。はい、時計なんですか、うん、日本の時計っていうのはすごい精密にできてて、ものすごい喜ばれる、うん、日本ブランドってやっぱり高いんですね。高いですね、うん、男性も日本ブランド、時計も日本ブランドで、うんうん、そうなんですねということですね自信持った方がいいですね、日本の男性は、うん、ぜひ、うん、で日本の結納っていうと、はい、まあ、アワビとかカツオ節とかスルメとか、まあ、白い糸とかね、なんか扇子とかいろいろとその結納の道具があるようなんですけれども、うん、フィリピンはそもそも結納がないようなので。結納がないんですか。そうなんですって。うん、だから、まあ、両親への顔合わせみたいな感じ、うん、顔合わせとなんかご挨拶のプレゼントみたいな感じなんですね。
何か持っていかれたようなこと、はい、で時計と一緒に持ってったのが、はい、これは絵ですか？この絵ですね、はい、馬の絵ですね。馬の絵ですね、はい、なんかちょっと立体的な馬の絵なんですけれども、うまくいきますようにってことですか？そうですね、なんかね、風水で馬ってものすごく運気をアップする動物のようなんですよね、はい、うん、なんか元気さもあるような気がしますもんね、馬って。そうですね、馬のようにたくましいぞっていうことなんですかね。で、それでとても喜ばれたようです。まあね、お家に飾るんでしょうかね。飾るんでしょうか。しまっとかれたら悲しいですからね。そうですね。はい、うん、で、さらに、それから、お食事が始まりました。はい。これが、はい、もう相変わらず熱々ぶりで。もう皿が綺麗に。うん。この女性ね、すごく痩せてるんですけど。女性のお皿なんですね、これは、うん、ものすごいよく食べるんですって。気持ちいいぐらい食べて。でもこのスタイル。そうなんですよ、もともと水着のモデルさんなのでね、食べても太らない、うんうん、羨ましい、まあ、若いのでね、まだ。あ、そうかそうか。それに対応してなんか S さんも体を鍛えてるって話もちらっと耳にしましたけど、ね、もう結婚が決まってからなんとジムに通い始めてしまったという。もともと加圧トレーニングもやってたんですけど、ますます痩せて若返り、うん、どんどん年齢が若くなって。そうですね、やっぱりお嫁さんが若いとね。そうですね、マシ先生もあと服装も若くなったし。そうです ね、 ね、なんかこういうふうなまざしいましたよね。うん、何でしたっけ、忘れちゃいましたけど。命ですじゃなくて忘れちゃいました。いい、どうぞ。はい。で、そして、はい、家族の集合写真もあります。これが家族、結構多いですね、はい、そうですね、女性がね、4人兄弟なんですね。4人兄弟、うん、一番端から、お姉さん と、あと弟さんで、うん、まあ、S さん、お嫁さんのお母さん、お父さんという感じかな。あ、お姉さん、あ、妹さんがいて、お母さんとお父さんですね。フィリピンって大家族の方が多いんですか？うん、なんか多いみたいですね、皆さんで。まあ、S さんは、うん、まあ、お年なんですけれども、でも、女性の方が4人は子供が欲しいと言っているというので、うん、できるだけ頑張ると。これ本当ジムにお金投資をするべきですね。そうですね、はい、あと健康食品とかこう体、食べ物からね、気をつけた方がいいと思いますね。そうですね、うん、あ、なんかね、今、はい、食べ物もすごく気をつけてるっておっしゃってました、ええ、タンポポコーヒーとかいいみたいですけどね。そうですね、庄司社長がやってる。 あ、はい、あれはこのアライアンスの加盟店のね、男性にもいいという、はい、あ、そうですか、はい、タンポポコーヒー女性の不妊にもいいんですよね。両方で飲んだらいいと思います。そうですか、じゃあぜひちょっと進めてみたいと思います。で、そして、二次会に行きました。これが二次会、はい、二次会ってカラオケですか？そうですね、なんかもう本当に最初、まあ、本当こうざっくばらんな感じで、で、うん、お母さんもそのお嫁さんもものすごい歌が上手なんですよね。この歌だけでも流しますか？ね、先ほどもね、音楽流れましたけどね、うんうん、フィリピンってどんな音楽になるんですかね。どんな音楽なんでしょうね。なんかでもとてもフレンドリーで、うん、こうやってね、あの家族異国に行って本当受け入れてもらえると嬉しいですよね。あ、 S さんは確か英語はできるんでしたね。あ、そうなんです。だからあの英語、ね、ご両親とお話が、うん、ご商売なので、それは羨ましい、うん、僕の時はほらあの中国語だったから、はい、間で通訳して入ってもらったら、うん、自分で話ができるってのはすごいいいことですよね。そうですね、うん、だからもう2人も今電話毎日のようにしてるみたいなんですけれども、うん、ずっと英語で話してるようですよ。というとあれですか、結婚式はこれからってことですか？そうですね、これから、8月です。8月ですか、うん、来月ですね。来月ですね、うん、で、その準備として、はい、はい、そして、今帰国したその後なんですけれども、はい、ね、彼女がなんかこんな加工した写真を彼に送ってきてくれました。ハートの風船ですか、2つもね。可愛いですよね。可愛いですね。最初魚かと思いましたけど風船なんですね。で、さらに、今2人は英語で会話してるんですけれども、うん、まあ、彼女日本に来た時に、日本語に困らないように、現地で今あのお写真があるんですけれども、日本語の学校にも行ってます。うん、
これはいいですよね、うん、いきなり来るよりは少し知識があった方が、うんうんうん、30代だから20代になって25歳、うん、25歳ですからね、すぐ、うん、うちの中奥さんのことつい思い出しちゃって30代に行っちゃいますけど20代だったらすぐ覚えますよ、うん、うちでも大体1年弱ぐらいで、うん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 、25歳だったら半年ぐらいで覚えちゃうじゃないですかね、うん、多分彼女すごく歌がうまいから音感がいいんだと思うんですけれども、実は動画が送られてきてて日本語を喋ってる、うん、すごい日本の発音が綺麗でした。歌から覚えるというのはいいですね、うんうん、なるほど、うん、それで来月が結婚式ということなので、はい、彼の方ももう子供を作る気満々なので、今ブライダルチェックをして、うん、先日病院にも行ったりとかして、万全を期して結婚式に向かおうとしています。あ、はい、わかりました。ということで、うん、うん、ちょっともう時間かなと思ってあと3分ってこと焦っちゃいましたけどああそうですか、うん、じゃあところで、はい、なんか最近なんか国際結婚のトラブルがちょっとあったって話が伺ったんですけど、あ、そうなんですね、在日の方で、在日の方でビザが残りが少ない方っていうのは、うん、やっぱりちょっと国際結婚するときにお相手の方がビザを取りたいがために結婚をする方がいらっしゃるようなので、うん、未だにそういう方いらっしゃるんですね。そうですね、なんか先日結婚をして、うん、結婚が決まってで、ビザが取った途端にもういなくなってしまった方もいらっしゃったみたいなので、そこはやっぱ注意した方がいいですね。国際結婚やってる側と紹介してる側としてはちょっとショックですけど、そうですね、在日の場合、ね、日本にいらっしゃる方の場合はビザ目的という方がいまだにいるということもあるので、国際結婚の場合はね、現地の方ってことはもう付き合いもだいぶ長く付き合ってらっしゃいますよね、うん、そうですね、こういうので安心感もあるし、うん、現地の方ともやった方がなんかこの交流も長いし来るのも待ち遠しいし、ご両親にも会えるからすごいいい方法かもしれないですね、うんうん、現地の方だとね、うん、ちょっとこういうお互いに焦って、うん、なんかこうせかされて結婚しちゃうっていうことは要注意の方がいいと思います、うん、やっぱり日本人の方でもいい方と悪い方がいるし、うん、あ、そうですね、結婚するときにやっぱりその本当にその女性でいいのかというのを見極める目も持つことも大事ですよね、うん、やっぱり自分のペースで言われたからっていうんじゃなくてね、はい、自分で責任持ってこの人と一緒に行こうっていうのは日本人とも他の国の方とも一緒だと思いますので、ぜひ自分の目を信じてっていうかな、そうですね、はい、ちゃんと幸せな結婚をね皆さんにしていただきたいと思います。ということでこのコーナーは終わらせていただきますありがとうございました。ありがとうございます。那須高原の風を感じながら過ごす大人の時間。いらっしゃいませ。ホテルサンバレー那須。はい、ということで今月も盛り上がってまいりましたけれども、なんかマッシー先生向こうから見てたら、はい、なんかニュースキャスターみたいだった。本当ですか本当に一時のニュースを見たんで、でも、はい、また来月あれですよね、また新しい服になるんですかね、また あまりいや、あまりちょっと期待されると今度 ねちょっと秋物カバン変えてきますか。わかりました。ちょっとそのあたりもね楽しみなんですけれども、あとねなんかちょっとマジックやって登場したりとかねちょっと どんどんネオマッシー先生の進化が楽しみになってきましたけれども、すごいポケモンみたいださて、はい、こちらで、先ほどですね CM でご覧いただきましたホテルサンバレー那須、こちらブライダルアライアンスの加盟店でもあるんですけれども、こちらから皆様にちょっとお得な情報あります、うん、サンバレーさんの方はマッシー先生も行かれたことが、はい、一昨年ドライブ婚活ということで、はい、
利用させてもらったんですが、そのドラコンってやつですね。ドラコンです、はい、なんかドライブでなんか東京からそこ の那須まで、はい、東京から来る方と、はい、あと栃木の方がこのドライブインで交流しながら、おパーキングエリアでこう、はい、女性をこう乗り換え、はい、なるほど、乗り換え乗り換え男性あ、ね、女性がいろんな車、女性はなんか語弊がある感じが女性が男性の車をこういろいろ乗り換えてね、乗り換えて、はい、ということで、で、フリータイムをそのサンバレーナスで、はい、チャペルで、チャペルでやらせていただいて、ここは、はい、実はあの、うんうん、あの流れるプールがあるので、ね、温泉もあるしプールもあるし、はい、なんかプールもなんか新しいのがなんかできたとか、なんかちょっとメッセージで見ましたけれども、なんかお食事もすごく美味しいみたいですよね。バイキングで、はい、プリンが特に美味しくて、はい、参加された方が一人でなんか5、6個、7個ぐらい食べてなんか飲食が出ましたけど美味しい、それぐらい美味しいという、美味しいです、はい、あとですね、なんかこちらのブライダルアライアンスのやはり加盟していらっしゃる歌手のね、うん、田口さんと藤枝さん、はい、ご夫婦の歌手の方がですね、あのコラボイベントというか、うん、ロビーコンサートなんかもねされて、これもやはりブライダルアライアンスの中でのマッチングということで行ってきましたので、押したりプロデューサーいかがでしょうか。こちらのね、せっかくですからね、あのサンバレーさんの方にでも、うん、はい、笛ギターのお二人ロビーコンサートとか企画とかされたらいいんじゃないかなっていうふうに、はい、思っております。はい、そんな風にね、ブライダルアライアンスの中でのマッチングなんかも行ってってますので、もしあの加盟に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの方のホームページもご覧いただきたいと思っております。ね、今夏休みですけれども、秋になるとこれからまた紅葉の季節で、はい、温泉なんかもね楽しめたり、今夏はプールなんかもねお楽しみいただける、冬はスキー場がありますから、そうなんですね、もう温泉もいいですし、はい、で春はお花の、ね、シーズンで1年通してなんか楽しめる、ね、はい、ホテルサンバレー那須なんですけれども、実は今夏休みの早期割引プランということで、15日前までの、ご予約ですと、割引プランあるということですので、ぜひこちらチェックしていただきたいと思います。もうね、夏のご予定なんかは師匠なんかはなんか決まってるんでしょうかね。あ、そうですね、月末月初にちょっと、はい、バンコクに行きます。あ、はい、いいですね。それはあのお仕事、いや、あのプライベートですね。プライベートお買い物とか、そうだね、バリバリ行きたいと思います。ちょっとね、お土産期待してますぜひ次回もみたいな。あとマーシー先生とね、レイ先生もな、結構海外とかは行かれたりとか、ね、するんでしょうかね。やはり今年うちはね、娘たちが受験生なの。あ、なるほどじゃあの写真のね、フィリピンの写真を見ながら、はいはい、ちょっと旅行行った気分になっていただいて、はい、でもあのリアルタイムでね、はい、本当にあのこうやってね、追っかけてというか、そうですね、はい、婚約の結納の様子、うん、お見合いの様子から結納の様子、そして、いよいよ来月は結婚式、本当に今まさにあのリアルタイムでの、ね、うん、ことで、前のことをちょっとお伝えしてるんじゃなくて、うん、今動いていることをこうやってちょっと、ね、放送、あの番組内で、ね、お伝えいただけると、なんかこっちもドキドキしますよね。途中で焦げちゃったらどうしようかって思いましたけど、ね、うまくいってくれてなんとかね、本当にね、もうみんなあのあれですよ ね、師匠も結婚式楽しみで、ね、なのでちょっとなんとかね、はい、本当にうまくね、結婚式、素敵な結婚式もね挙げていただいて、またその様子もね番組内でお伝えいただければと思っております。はい、はい、今日笛ギターの2人も本当にありがとうございました。素敵な演奏で本当に、ね、感激しました。もっとねたくさん長く見たいなと思ってますけれども、それはまたイベントなどでお知らせいただければと思います。はい、それでは今月も皆さんありがとうございました。また来月こちらのスタジオからお会いしましょう。ありがとうございます。この書類今日中に。今日はすいません。
セゾンカード